大丈夫出てこれる。なんかまだまだ。気持ちいいね。今の歌声、そこのビルに跳ね返ってこっち帰ってきた。すごかったね。すごかった。贅沢ですね。ここでこんな歌聴けるなんてね。今日無料だよ。性格違いよね。やめなさいよ、そういうの。来たのケースだね。だってここにいる人全員がこれがシリカオのよ、だって。だってありがとう、全員買ってくれるの？え、もうありがとう、ありがとう。さて、はい、あの一番最初に私たちがレコーディングした思い出の曲ですよね、これ。そうだ。もう何年流れてるんでしょう、これ。本当ですね、これ。ずっとこれエンディング？そうですよ。見てないですか、オンエア。ずっとこれエンディングテーマか。そうですよ。で、途中でさ、撮った曲あったじゃん。違うそうです、ね、あれには一回もならなかったのね。じゃあなってないし、多分皆さん覚えてない、あ、知らない人の方が多いんじゃないですか。なってたこともありますよ、一時期。違うそうって本当私それ知ってる。あ、よかった。それ知ってる方はきっと多分相当なコアなカラバタファンじゃないかなと。本当懐かしいね、あの頃のレコーディングが ね懐かしいね。でもまだまだ ね、うん、あのね、宮本さんと仲良くなかったんですよ。やだ、怖いね。しかもまだ未だに宮本さんって言ってくれるのね、私のことね。いや、あのオフィシャル的にはね。そうね、そう言われる。それ何回も毎回宮本さんって言われるから、いろいろあるんですよ。そうなんですよ。あの基本的にテレビだと、あの、まあ、あのすごい、私はごめんなさい、ぶっちゃけますよ。いいよ。あの仲良い感じを出しちゃいけないんですよ。まあ、それはそうよ ね、 そうね、まあ、しょうがないですよね。いまだにあのテレビだけしか見てない方、今こうやって来てくださってる方はやっぱり SNS とかを見て来てくださってる方多いと思うんですけど、うん、そうすると仲がいいのがバレちゃってるんですけれども、うん、そうだね、超仲いいのすごい仲いいのでも基本的にテレビとかだと、あのいや、リリカちゃんがとか言ったら、ちゃんやめてください。いや、でも私も言われるですよね。私はチカちゃんとか絶対言っちゃダメ。あ、そうそう、あの、みなりさんがとか言って、あ、でも言ってるかもしれない、私も言ってますよ、うん、そうか、言ってる、頑張ってる、頑張ってます。言い直させられるね、確かに。チカちゃんって言うと、いや、ちょっとあの、私のことチカちゃんって呼んでいいのはオペラ教授だけですから。あーあーって、さすが、あーって分かっちゃいましたよ。そっかそっか、先輩教授、面白いよねこの間、すごいペースで負けましたからちょっと笑っちゃいました。私も先輩だからまたるよ、ね、そう、メイク室で一緒になってすごいもうね、勝ってやるぜみたいなオーラを出すんですよ、安藤教授。でもなんかすごい汗かきながら負けてましたねあれですか、年間チャンピオン、年間チャンピオン、私のブロックで、ね、そう、あなたがね、前いや、びっくりするの点数って言ったら私の点数ですよね。びっくりしたでしょ。でも一番びっくりしたの私ですよ。あんなで過ぎたことないよ。いやいや、もうね、だんだんカラオケは戻ったもんね、いろんなことをさせるようになってきましたね。いろんなことで本当だね。この間はね、トーナメント形式だったんだよね、初めてのね。そう、ね、だったよねって自分出てましたよねそうだったよねっつってね。いや、いろんなやり方をやってですね、何がいいのかなってやってるんでしょう。まあ、そうやってね、みんな番組を盛り上げていこうとしてるので頑張って応援してください。お願いします。ぜひ応援してください。私たちも身を粉にしていや、本当にそう。いや、でもやってる、こういうね、こういうちょっと裏トークみたいなのもね、うんうんうん、なんかディナーショーとかやりたいよねっつかね。やりたいですね。やりたい。来てるでしょ。ほとんど攻めるから1人2曲ぐらいしか歌わないそれあれですよ、私たちのコンサートかさだまさしさんかみたいな。まあいいじゃん、ご飯が美味しければそれね、うん、いいと思う、やろう。じゃあ、はい、じゃあ最後の曲をそうしましょう、はい、皆さん今日は集まっていただいてありがとうございました。ありがとうございました。これからもこのメモトルと、そして今日は1人足りないですかね、よろしまい。あ、みなみちゃん当たりません。あ、みなみちゃん、はい、みなみちゃん今鹿児島だよね、多分ね、はい、みなみちゃんちょっと等身大パネル持ってこんね、今度ね応援してもらえたら嬉しいなと思います。この後は、写真ね、はい、撮影会もあります。はい、女子のみ接近 OK っていう、そう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 男性は抱きつきなしというぜひぜひ抱きついてきてください。女装してもバレますからねバレますからね。はい、ありがとうございました。それでは番組のエンディングテーマソングです。オーバーアンドオーバー、聴いてください。
ありがとうございました。ミニライブの方はこれで終了となります。